はい、皆さんおはようございます。今日はニーリーヘンリーレイクから帰ってきまして2日ほど経ってます。昨日はね、昼まで寝ててちょっとあんまり動かなかった。で、その後田辺さんと電話して知らないうちにもう3時とかになってて、かなりね、のんびりしたんですが、今日は、朝9時に起きまして、10時間寝てガレージにいます。まあ、こんなことをやってるんですが、もうまた来週から試合が始まるという、もういつになっても試合と。今年はね、7月にもう試合9試合全部終わっちゃうんで、まあそんな感じでね、また試合があるんですよ。で、そのために今流儀ジャパンから届いたフックとかね、シンカーツボチューブねとかね、そういうプロトの針、こういう針とかをまた次の試合に合わせて準備してるというような感じです。でね、やっぱエリート試合戦ってると本当必要なものがたくさん出てくるんで、そういうのをこうちょっと買い出したもの、ビジョン1、10プラス1、あとアメリカのスピナーベイトとかバズベイトとかをね、ちょっとゲットしたものとかをまたボックスに入れて次のガンターズビルに向かいたいなと思います。ここはですね、ガンターズビルです。バスマスターのエリートの第6戦第7戦の会場で、今ちょうど借りたコテージに到着して、これからもろもろ準備をするというような感じです。かけて、おお、火ついた、すげえ。全然焼けないんですけど、松下さん、何これ、もっとつけなきゃダメ。ファイヤー、やべえ、超燃えてる。子供かつということで、無事にプラクティス3日間終了しました。明日からエリートシリーズ第7戦のガンターズビルスタートします。まあ、ガンターズビルはグラスレイクっていうウィード関係がかなり生えてるフィールドなので、僕がすっごい苦手なんですよね。まあ、その苦手なフィールドでどれだけやっていけるかっていうところがかなり気になるんですよね。まあ、どうかな。魚的にはブルーギルを食べているバスがいるのと、あとは沖のギザードシャットっていうベイトを食ってる魚、沖の魚でっかいで、ギル食ってる魚はまあ3ポンド 1350g とか、そのぐらいの魚がポロポロいるかなみたいな感じですね。
多分でかい魚、沖の魚とか朝一取れないと結構ウェイト的には厳しくなると思うんで、その朝一が結構肝だなとは思ってます。まあ、それもね含めてどれぐらいやれるか、頑張りたいなと思います。もう第7戦なんで、ここで上位入れれば年間一気に上がるかもしれない。あとスモール戦が2回あるっていう感じなんですけど、まあ、今回はねどれだけ抑えられるかっていう感じだと思います。それも含めて頑張ります。おはようございます。バスマスターエリートの第7戦ガンターズビルがスタートします。今ちょうど朝スタートのどんぐらい前だ、1時間もう1時間内容ぐらいかな。なので僕今回フライトが95番、100人中95番なのでかなり遅いので、ゆっくり準備しながらやりたいなと思います。やっぱりねこの試合は苦手なフィールドでもあるからちょっとどうなるかわかんないけど、とにかく釣っていかなきゃいけないんで頑張ります。ビリケツを覚悟しましたね、ビリを。それぐらい釣れてなくて、僕自身がこれはやばいぞーと思ったけれども、どうにか5匹揃えて入れ替えもして13ポンド11オンスで50位かな。だからあとちょっと、48でデイ3に行けるんで、あとちょっとてくれば3日目戦えるような感じです。まあ、かなり苦手だね、ガンターズビルだったんで、まあ、内心ちょっと安心してます。それぐらい今日はきつかった。
はい、おはようございます。ガンターズビル見事に予選落ちしまして、悔しい気持ちがいっぱいです。かなりね落ち込んでて、まあ、ちょっとこの南部の試合をどう戦うかっていう部分の、課題もねたくさん残ってて、しかもやっぱこう一人でねやってるとかなり心もへこむっていうところで、今回ね木村さんと小池さんに会ったので、一緒にオイスターハウスに来ましたということで、一緒にご飯を食べたいなと思ってます。普通に俺の顔をまともに撮ってくれた試しがない。悪いことしかしてない。いやなんか俺ただ単にさかけてくるイメージでめっちゃ笑ってるから俺は普通のことしてねえな。気持ち悪いよ。小池さんそんな嫌。